この子になりたくてなりきっちゃおうっていうなりきっちゃおうっていう一回ショートにしたことあるって言ったじゃないですか、はい、その時になんかトラウマになっちゃって小学生の時にトラウマになっちゃったんですか、はい、こういう感じの写真お願いしますみたいな、その写真がボブじゃなくてショートカットの写真だったんですよ。はめられてうわー切っちゃった切っちゃいましたね。新鮮ですね。おもながわかんないですね。ロングよりわかんないですね。わかんない。失礼します。お願いします。今日カットとなんか矯正とか、はい、なんかどうしようかなみたいな。すごい痛んでるんですけど、ここまで切ってもらうっていうのがまずやってほしくて。ここまで そうですね。写真で送ったんですけど、はい、長さ顎下ぐらい、顎下ぐらいで切ってほしくて、前髪もこういう感じでやってほしくて、まあできればでいいんですけど。今となんか重くしたいって感じですか。私前髪うまくやれたことなくて、まあ、これでいいならいいんですけど、まあま、それであればこういう感じの巻き方とかも教えてほしいかなっていう。巻き方、うん、ワンカージュでちょっとふんわりする、はい、今だと結構長さがその人より短い状態だから、巻いてその人こう目にかかんないぐらいじゃないですか、はい、だからちょっと長さもうちょい伸ばさないといけないかもしれないですね、うん、あとは若干増やしてもいいかもしれないですけど。でこの長さっていうのは決まってるんですけど、髪質改善にするか、それ矯正、矯正とカラーをどっちにしようかなっていうのはちょっと相談したいと。それは傷んでるから、傷んでるからっていうのと、あの成人式が終わってこの子たちね、おさらばしようかなと思ってもういらないじゃない。顎下、重めのボブですよね。そうですね。重めが好きなんですか。はい、この子になりたくて。そこになりたいんですか。この子になりたくて。顔、いや顔っていうか、もう全体的に雰囲気が、はい、あの近々発表会があるんですよ。あのダンスのサークル入ってて、はい、で、あどうせならなろうかなと思ってこの子にあ、そういうことですか、はい、イベントがあるから。はい、イベントあります。なりきっちゃおうっていう、なりきっちゃおうっていう。でも、どうだろう、自分がすごい毛量多いから、はい、パズって切ったら完成するのかどうかは分からないんですけど。ザ・マルコちゃんなんですよ。うん、そうですね。もう完全にあのパッツンの重めの顎下のボブだから、なかなかなマルコっぷりが発揮されると思うんですけど。はい、まあ、それこそちょっと自分の顔の形に合うように切ってもらうっていうのも、うん、それもそれでお願いしたいんですけど、そうそう、ね、これに近づけながら顔に合うように。でもまあ重めで多分アイロンが必要になるんですよね。ちょっと毛先を入れるみたいな、うん、重めはもうこの人が重くて可愛いからってことですよね。はい。まあでもなんか輪郭は若干重めがその人よりも重めがぐらいで変わらないって変わるんですけどね。こうポンってなってなっちゃうんですよね、はい、四角くなるみたいなイメージですけど、ここもうちょいこうなってんのとこうなってんのがどっちがいいかっていう、どっちがいいか、どっちがいいのか。ちょっとシュッとなった方がいいか、重めで、それとも割と重めでアイロンで、微妙にブリーチも残るんですよね。そうなんですよ。これはでも残ってもいいかなって思ってて、ブリーチ残るから若干こう膨張するんですよ。ああ、それもボワーってなるんですよ。割となんか広がった感じになるんですよね、うん、微妙にブリーチがこんぐらいなんで、一応なんかここぐらいまでブリーチ入ってるんですよね、もう。あ、そうなんですね。それで暗くしちゃったので、でも全体的にどこで切ってもブリーチだと思うんですよね。それ全部重なるようなスタイルなんですよね、全部の 毛先たちが、はい、でここがボワってこう広がる状態のスタイルになるんですよ。ちょっとでもここ少し締めたかったら少しでも段を入れて、この重なりをこうずらすっていうのをやった方が下は締まるんですけど、うん、どうなんでしょう。まあ自分重長だから、うん、あんまなんか顔に沿っちゃうとそのまま長いのが出ちゃうのかなっていうのがあって、はい、前ショートカットした時にそういう段みたいな感じにしてもらったんですけど、はいはいはい、あんまり似合ってなくて個人的には。あ、そうなんですか、うん、それはなんで似合ってなかったんですか。なんかやっぱ顔に沿っちゃうとこの輪郭が
強調されるっていうか、まあパツって切るよりかは段入れちゃった方が装備じゃないですか、髪の毛が顔の周りにこう来るってことですかね。ここに量があって、ここ量少ないとなんかすごい顔が強調されるっていうか。あの結構短く切ってますか。あ、そうですね。あでもボブでちょっと段入れたらそんなでもないですか。そうですね、多分それ段の問題じゃなくて、その場合ってその前回切った時にこれが出ちゃったのはここの長さの問題なんですよ、今言ってた段の問題は長さはここだから変わんないけど、ここがストンってなって A ラインでここだけボンってなった、これがシュッとこうでちょっと丸さがここに来て、面長が一番目立つスタイルってここにボリュームがないスタイルが目立つんですよ、こうなるのが目立つんですよ、がちょっとここにこうシュッと あった方が目立たなくはなるんですよ、確かにそれの方がいいのか、それとももう完全にここを目指していくのかっていうのはって感じですね。じゃあやっぱりその顔に合った感じで若干入れてもらえれば。そうですね、まあ、さっき言ってたこの人に寄せていきつつ似合わせってなると、はい、表面だけ少し段入れて、でこう面長に合わせたここの丸みを作って、でもかつでもそんな軽くはしないんで、はい、割と重めのボブかつ重ながぼかしみたいな段を入れられるといいかなっていう感じですね。あ、じゃあそれでお願いします。じゃあスタイルはそれでいきましょうか。はい、あと矯正か髪質改善かって感じですね。はい、まずどう思いますか。まずどっちの方がおすすめですか。今って何もしてないですか。アイロンとか何もしてないです。今全部ブリーチが入ってる状態のやつもね。そうですね、でもこのぐらいまでは伸びてるのかなと思います。前回いつですか。4ヶ月、5ヶ月前ぐらい。そんぐらい前になると思います。あ、でも髪質改善って基本的に癖が伸びるっていうものではなくて、例えばこのなんかもともとうねうねしてるこの波打つ癖あるじゃないですか、はい、これを髪質改善してもこれが伸びるっていうのはあんまり期待できなくて、髪質改善で落ち着くのってこう湿気でボワって広がるような癖を湿気に強くするみたいな、そう湿気が起きた時に難なくするみたいな感じなんですね。だからこの辺を抑えたかったら強制じゃないと意味がないんですよね。でも別に今のこの状態はそんなに気になってなくて、なんか湿気とかで広がっちゃうみたいな時にそれを防御するためのバリアを作るとかでいいんだったら髪質改善でいいと思うんですよね。それかもう一個はもう表面のコーティングツヤを出すみたいな、ツヤあるやつ。このツヤは髪質改善では出せないですけど。でもやってるんですよ。これやってるんですよ。おでこ改善、おでこ改善ツヤ出すために。でも結構その表面をこうやってみるとモヤモヤっとしてるところがあるじゃないですか。これ嫌ですよね。嫌です。このブリーチ特有のこの切れ毛と途中から来てるこのウニャウニャって、結構ブリーチ入ってる状況で矯正すると、やっぱりパワーっていうかその強さが弱まっちゃうんですよ。弱く設定しないといけないっていうのもあるし、どっちをチョイスするかですよね。手触りとかツヤをベースで出す癖には特に効くっていうものではないけど、手触りメイントリートメントしましたみたいな感じが出るもう最強のコーティングなんですけど、それは完全にツヤが出る。それにとり弱なんで私が言うんだろう。ダメージに特化したトリートメントはできるんですよ。湿気で広がります。いや、そんなに広がらないと思います。多分ブリーチのせいで広がってる方がでかいと思います。なんでもしやるとしたら本当にダメージをこれ以上させたくないなみたいなのがあれば、髪質改善の表面のコーティング系のトリートメントがいいと思うし、癖を抑えつつさっき見せたうねうねとか取りたいなみたいなのだったら矯正がいいかなって感じですね。じゃあダメージ抑えてもらう方がいいかなと思うんで、ダメージを重視して、
ケラチン髪質改善っていうんですけど、はい、それでやってみます。はい、そっちお願いします。なんで笑ったんですか。いや、わかんないです。なんで笑ったんですか。あ、2回聞くんですか。結構ブリッジしてますもんね。そう、ここら辺はちょっとどこまでかわかんないんですけど、もはやもはや多分髪先ぐらいがすっごいしてて、ここまでは 2回、ここ1回ぐらいの中で、ここだけ赤っぽかったからもう暗くしちゃって、グラデーションで成人式に行ったってことですか。はい、成人式だけ用のこれで。嫌なんですよ、うん、そうですね。何が嫌なんですか。ちょっと溶かしたらブチブチって落ちてくるみたいな。あ、まあ、あとずっと小学校、いや4年生ぐらいまでは切ったりしてたんですけど、そっからはずっとロングで、なんか一回ショートにしたことあるって言ったじゃないですか。その時になんかトラウマになっちゃって、すっごい短いの似合わないみたいな。え、なんか小学生の話ですか。あ、はい。小学生の時にトラウマになっちゃったんですか。はい、もっと最近の話。めっちゃ小学生の時早めにトラウマになっちゃったから、トラウマになってずっとロングで、あ、短いのを見てみたいなと思って。じゃあ今日は顎下のボブで若干ひし形にして、はい、で、髪質改善、はい、やっていくんで、はい、それでいきましょう、はい、お願いします。お願いします。お願いします。切りますね。はい、いいんですか、買って。いいですよ。何年生ぶりなんですか、その何年、3年生ですか。こう3年生の時に切って、まあ、4、5、6でだんだん伸びてって、もうそこからですね。結構多いパターンですよね。3年生、あ、小学生で切るのをミスってもう無理だってなっちゃって、そうなんですよ。そっからトラウマパターンは割とあるあるですよね。忘れないですよね。忘れない。その時の衝撃っていうか、自分でボブぐらいにしたいなって思って行ったんですよ。あ、もう自分で切ろうと思って、周りからもなんか切れ切れみたいに言われて、お父さんとか周りの圧が。それでお父さんと一緒に切りに行ったんですよ。でボブぐらいって言って、お父さんにお願いしてもらったんですよ。あの写真見せて美容師さんに、でこういう感じの写真お願いしますみたいな言ったら、その写真がボブじゃなくてショートカットの写真だったんですよ。そう、はめられたんですか。はめられて一生恨まれるやつじゃない。ボブ切ったのに。それでもう出来上がり、あれあれってなるじゃないですか途中。そうなんですよ、切ったみたいな、今いっぱい切ったよ。両親が一番嫌なやつ。親と子供の狭間をさまよいお子さんは切りたくないって言ってるけどみたいな口ありますね。あるある、このね、どっちを尊重すればいいんだろう。そう、親は切ってほしいのに子供はやっぱ切ってほしくないから、なんかそんなに切らないでくださいっていう。いや、でもこうスーパーロングだったんですよ、その時。あ、切る前、今よりも腰よりも下みたいな。へえー、それでも大切に育てた髪の毛が見事なベリーショートになって、もうボブにするっていうのも結構勇気がいる話だったのに。AKB が流行ってる時代だったんですよ。それで大島優子ちゃんのボブがいいみたいなずっと言ってたのに、篠田麻里子ちゃんのショートカット全然違う。それはかなり多分最初から違いますもんね。うん、そうなんですよ。でも一人で美容室行くわけにもいかないじゃないですか、小学生。確かに小学校3年生むずい、むずいっていうか、親来ないといけないですよね。うん、そしたら勝ってみて。成人式どうでした。成人おめでとうございます。おめでとうございます。いろんな人に会いまして大学で出てきたんで。強制してます。してないです。どこですか。ここしてないですか。ここ強制っぽいなって思ったんですけど違うんですね。確かにこの中間のこの色が変わってるところ先がなんかねビーンってなってるんですよ。ただずっとブリーチしてただけなんで。ブリーチでちょっと癖がなくなったのか。前髪も重くちょっと重かったっすね。重かった。でもそんな重くもできないですよね。で巻くと重くなりますからね。まあ、あと前髪自分で切ってるんでバランス悪いと思うんですよ。あ、そういうことですね。そういうこと
ということです。ちょっと良くしますね。あれに行きます、峰岸みなみ。私ですか？言われたことない。なんかちょっと雰囲気はなんかあります。言われたことないんですか？全く言われたことないです。目が似てる。私あれに似てるって言われるんですよ、王林。あオーリンちゃんと峰岸みなみに似てるじゃないですか。混ざりちゃった、うん、あーなるほど。あれ確かにオーリンちゃんの方が似てる。似てる。やっぱ顔の形がめっちゃ似てるんだと思います。あー確かに。どのくらいしたっけ長さ見ました。6時ですもうちょっと短いと思うんだけど。でも巻いたりとか。そうなんですよね。あの下のどのくらいか。とりあえずちょっと崩して短くなるから。はい、ありがとうございました。すいません、なんか二度で負けちゃって。ただでもこれ言いたいことがあるんですけど、うん、あのお客さんで画像持ってきてくれるじゃないですか、うん、パッて見せて速攻一瞬でやるんですよ。分かる。ちょっともうちょっと見たいっす。見ていいですかって何回も2回3回聞いちゃう。一瞬ね、これなんですけどって多分あのお客様もちょっと恥ずかしいのもあるし見せたくない、あんまり見せたくないから一瞬で終わるっていうね。ちょっともうちょっと見させてもらっていいですか？でも言いにくい、うん、見ないで。ダンスやってんすか？そうですね。何ダンスですか？うん、K-POP のダンスサークル。さっきの方も K-POP の方ですか？はい、あの TWICE のメンバーなんですけど、はいはいはい、誰ですか？ジヒョンちゃん。出た、名前だけは絶対知ってる。ジヒョンちゃんですよね。ジヒョンです。止めます。なんかダヒョンいるんで混ざってると思う。ダヒョンちゃんと。TWICE ね、いいっすよね。将来何になるんですか？将来何も決まってないです。働くんですか？働くと思います。働かない選択肢はあるんですか？結婚しちゃう。あ、結婚。今のご時世難しいです。今のご時世難しいんですか？成人式のためにブリーチしてたんですか？なんか好きでずっと明るい髪の毛にしてて、で、だんだん落ち着いてきて。やめていくんですか？やめてきます。あ、やめていくんですね。めんどくさいっていうのもあるし、おとなしめに普通の。はい、そろそろやめようって。大学生って。いや、バイトっすか？あ、そうですね、バイトですね。どこでバイトしてます？カラオケ屋です。大変そう。全然大変じゃないんですよ。おじいちゃんおばあちゃんとかしか来ない。おばあわみたいな人来ないから。この人やばいっすよ。やばいんですか？それテキーラとかめっちゃ。テレビ壊します。何笑ってるんですか？なんかもう弾けちゃうんすよ、テキーラ飲むと。よかった、それは。こういう人がいない職場で。こうね、まあ、まだこれくらいの長さですけど、一回髪質改善の取り組みをしてシャンプーもしないとちょっと微妙にね、癖がまだありすぎて。どれくらい出るかわからないからね。変わるでしょ、濡れて乾かすと。そう、まあ、ちょっと崩すか。 1-2cm 上がって巻いて、こんなもんかな。まあ、でも人生はそう思い通りにいかないパターンもありますから。保険かけてるんですか？保険かけるんですか？一回シャンプーしましょう。これを塗ります、トリートメント。髪質改善やってたんですか？ありますね。ロングだったんで、その時に。あ、スケートボードみたいになりました。スケートボードの板デッキってことですか？はい。良かったんですか？うん、良かったです。良かったです。その時はもう黒髪だから、なんかまっすぐにするしかやることがなくて。黒髪だともう艶命みたいになります。そうなんですよ。いいですね。でも髪が健康で、この人なんて、白髪が最近白髪めちゃくちゃ増えたんですよ、ここ半年ぐらいなんですけど、うん、
完全に老化なんですよ。老化半年で結構白髪増えてくるってことは、やっぱりあの髪の毛って短いスパンで結構変わってくる、うん、髪の毛の毛先もそうなんですけど、うん、ここ根元伸びてくるとかあるじゃないですか、はい、ここもやっぱり健康でいないと確かにいい毛が全然生えなくて、髪の毛ってやっぱり血の余りでできるんですよ、うん、全体を修復してここで栄養を取るまでに長い時間かかるんですけど、うん、健康体って本当に大切、若くても健康体であれ。そうだぞ。俺も白髪最近増えてきたからな。それ白髪って何、どうやって直すの？これ白髪ってよく言われるのは、銅が入ってる食べ物、食物を取ると白髪が抑えられますよって聞いたことがある。銅なんて多分死ぬでしょ。10円玉食べるっていうの？食物に銅が入ってるもの。ないよ、そんな10円玉しかないよ。ありますよね、セロリとか、なんかそういう野菜とか。ちょっとこう知らないよ。銅が入ってるって、そこまで具体的にさ調べたんならさ、浅はかすぎる。それは何が入ってるのかちゃんと調べてる。そうなんです。レバー、お得意の鉄分じゃない。鉄分が入ってるけど、銅入ってるんですか、ね、銅って鉄の味しません？銅食べたことあるんですか？十円玉を舐めると鉄の味。舐めたことあるんですか？お金舐めないですよ。舐めないでこういくんですよ。やばくないですか、その考えが。味見。ちゃんと塗ってる？なんか早いな、塗るの。ちゃんと塗ってる。やめて、そういうの。ちゃんとやってますよね。はい。社長なんですよ。スポンナー系社長。そうですね。うざくないですか？国も存在しますよね。お店、ね、お店成り立たないですもんね。危ないっすね。顔が。ほら、早くないですか？それ人それぞれだ。的確にね、言ってるんですよ。一回こうザッとつけるじゃないですか。その後にもう一回細かくこう。どういうデータを本当に細かく取ったんですか？データねえわ。一定なの、ちゃんとそれ。厚さは、これ厚さは一定です。まっすぐにこう取るんですよ、最初。でその次こうやって斜めに取るんですよ。そうするとこうクロスチェックってなって、信用しないじゃないですか、顔が。これちゃんと取っててしてるんですよ。バイアスクロス。バイアスクロス。詐欺ですよ、これ。おばさん、やだ。何なの、この二人って何ですか。こんな美容室嫌ですよね。いいっすね。これどうやっていつもさ、温めてる？このまま温めてる？俺このまま温めてる。クソ野郎だな。そうした方がいいよ。そうした方がいいし、絶対。なんか、好きですか。
ったんすね。ここまで。ここかけるじゃないですか今。うん。これちょっと割れますよね今。ちょっと微妙にこんぐらいとか増やして短めの毛を作ってもいいし、今だと微妙に長いじゃないですか。うん、こうなるとこうなった時に。これ欲しかったら作ってもいいし、まあ作んなくてもいいし。作ってほしいですね。若干切ってますね。うん、いつも割れちゃう。そうっすよ。かわいいじゃないですか。切っちゃう。全然問題ないじゃないですか。問題だと思ってたんですか。ねえ、なんなの。全然かわいいじゃないですか。いいっすね。新成人一発目の髪型。王林ちゃん。より増す、うん、短いとね、めっちゃいいじゃないですか。これでダンスバトル行くんでしたっけ。ダンスバトル、お互いのレッドブルのあれレッドブルじゃなかったんでしたっけ。バカにしてると人を。これで戦いが制すれば前髪、ね、こんなもんなんだよね実は。長いけど、まあ、ベストって、ね、いつもだとあのストレートアイロンで、ま、丸めるんですか。いや、普通に丸いコテですか。丸いコテでやってるんですか。丸いコテで丸くした、すごくないすごい、あ、もう超むずい。負けない負けない俺も負けないよ。10ってなったことが1回はありますよ。あんまない、あ、1回はあるんですよ。もうないです。もう最近はめったにないです。そんな泣けないんだよね。怖い、あの一回入っちゃうと取り戻せないあの丸さ。まあ確かに、あれ怖いんですよ。でもっとショートにしたいなとかないんですか。今日切ってみて。いや、こんなもんすか。こんなもんだと思います。あ、そうっすか。でもね、外羽にやるの。あ、そうなの。外羽も行きます。アイロンで。アイロンで。あ、ちょっと外羽にしないようにしてみます。今日は一番これじゃないですか、はい、ここですね。おお、ここがやっぱあるとないとね。さっきのだとちょっと軽くしてあるので、うん、若干この丸さが少しふんわり上に来てますけど、さっきのまんまだとこれ、こいつ今段入ってるじゃないですか、はい、3センチぐらい、これがない感じですね、うん、だからここに重さがこうたまる感じだったんですね。写真通りだとだからこうじゃない方がいいよっていう主ながだと、うん、ここにがしなって。どうすか今のその休憩ですね。もうめっちゃ似合ってんじゃないですか。あ、切っちゃった切っちゃいましたね。ついに外羽にしてみます。なんで内巻きが良かったんでしょう。あ、その子になれるから。あ、なれるからです。大丈夫や。外羽も似合いそうっすね。今年は仲良くよく行こうよ。いや、あ、いや、仲良く行こうよ。いや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 、そんなことある。外羽の方があれかもな。外羽にしたら王林ちゃんに見えたの。何回王林ちゃん言うの。言っときゃいいみたいになってるからね。そんなこと思ってないじゃないですか俺たちは。ほら、そうやって仲間をね、仲間意識にするんですよいつも。なんかいいっすね、この毛先のちょっとブリーチ残ってる加減も。でもね、いいとこ全部なくなっちゃった。あの綺麗なところ。ブリーチが1回、2回、5回ぐらい、うん、この5回分ぐらいが効いちゃった。5回もやってないんですよね。あ、でも多分やってると思います。もうブリーチしないって言ってましたもんね。うん、もうしないと思います。しないと思います。するんだよ、そういう人。でも、あれですね。急になんか、ひどくないですか。ちょっと、でもするんだよ、こういう人はつって急に。まあまあまあ、でもそれは言い切れないんで。そう、これ分かるね。でもなんか黒髪だと色が乗らないじゃないですか。そうだから、ちょっとぐらいは抜くかなと思うんですけど。そうなっちゃう。そうなっちゃう。微妙に迷ってる人、ブリーチがこういい感じに入っちゃった人。いい感じで、グラデーションの良さも今気づいちゃったわけじゃないですか。グラデーションするとそんなフリー目立たないなみたいな、うん、だからまあ次ちょっと毛先だけならブリーチしようっつってグラデーションカラーします。1年後ぐらい。やってるかもしれない。僕には分かる。
の根元のあのプリンが嫌じゃないですか。そうですね、パツンみたいな黒金髪は嫌じゃないですか。だからそれはもうやんないと思うんですよ、さすがに。でもね、グラデーションか、あのハイライトは 100% 入れるでしょうね。どっちだと思う？俺ハイライトやると思う。でもやりたくなりますよ、なると思う。で、多分就活前に黒染めしますで、就職して、でもブリーチできないからファッションカラーでちょっとずつ落としてって、根元だけちょっと明るくなっちゃうっていう、1ヶ月4年後ぐらいに。いいわ、そんな推理しなくて。投げえわ。運命なんか変えられない。未来を見ているとするじゃないですか。ちょっと付き合ってください。見ます、未来が見えたら。自分の未来を見ます。見ますね。見ます。でも、ね、変えられないんですよ。変えられない。絶対にそこにはいっちゃう。変えることはできないんで。見ます。じゃあ見なくていいと思う。見なくていいですか。見ます。俺も見ないと思う。見ないの？見ない。生きる楽しさがなくなっちゃうじゃないですか。結局これになるのか。結局これかみたいな。でもだよ、うん、それはさ、思ってたよりも想定よりも下だった場合でしょ。そうそうそう。例えばなんかボロボロになってたらやらやじゃないですか、10年後に。でももしかしたらめっちゃ遊んでったりとかするかもしれないですか、お金持ってて。そしたらどんな暮らしをそこからしてもそれになれるんですよ。努力しなくていいんですよ。でもやっぱどうするの？いや見ないでしょ。見ない見ない見ない。だってさ、 TikTok 見てんじゃん、無駄に。え、 TikTok 見てる。それさ、罪悪感あるでしょ、どっかで。あ、俺仕事もしないで TikTok 買ったんだよ。してるけど、もう何も起きないんだろうな俺の人生って思いながら見てるでしょ。そういう気持ちなくなるんだよ。なんで俺喋らせてくんねん。押し切るね今日。でも見ないんじゃないかな。めっちゃ金持ちになってたらどうする、10年後って。でそしたら TikTok 心置きなく見えるの？いや、もう今ぐらいのぐらいでいい。でも今幸せだから。あー、ホームレスとかになる。どんだけ頑張ってもそれになっちゃうんだってなれば、うん、別に TikTok 見れんじゃん。見れるよ。見た方がいいって。怠けてんだよ、仕事してる。 TikTok 軸じゃないよ俺。こんなやってていいのかなって思う気持ちがなくなるじゃん。俺一言もそんなこと言ってないじゃん、だって。どう？いい。あ、ほら。ほら。めっちゃいいやないですか。内巻きの時とやっぱり雰囲気全然違いますね。割とここもくびれるから。やれそうっすか、外羽も。うん、うまいっすよ。で、パン。で、前髪、丸アイロン使ってるんですもんね。丸アイロンって言うの？あれ、丸アイロンでしょ？あれ、丸アイロンって言うの？本名？本名？本名？あれなんて言えばいいか確かに迷ってるんですよ。ファルアイロンって言ってますけど。あ、か、え、どっちですか？カールですね。丸アイロンって言ってたよ。パサッと。やめろやめろ。カールアイロンで行こう。前髪こんぐらい重めでいいんですか？はい。結構さっきの人重めで長めだったから、パツッとラインあんま消しすぎずに残しちゃってるんですけど。はい、大丈夫です。その方があんま前髪だけ軽すぎても、こっちが内巻きにした時とかは割と重めな印象で残るから、バランスが前髪だけシースルーじゃないのにシースルーみたいになっちゃったら、この長さになったじゃないですか。普段なんかつけてたりします？なんか長かったから。 あんまつけてなかった。そうっすよね、短くなったから。でブリーチ入ってるじゃないですか、はい、でさっき言ったみたいにボワってないじゃないですか。それを防ぐためにもオイルとかはなんかつけた方がいいんですよね、うん、スタイリング用のオイルとか、はい、N ドットとかありますよね。そういうのつけれた方が収まるんで、うん、でつけ方的にこの下についてほしいですね、これ外羽でも内巻きでもそうなんですけど、鉢の下の根元から毛先、うん、ここはもうがっつり潰しちゃっていいです。ナイスですね。で前髪重くない？重くない、いい感じっす、ちょうどいい。かわいいっすよ、ほら。ちょっと毛先のブリーチ残ってるから、外跳ねした時もこんな感じ、ね、これぐらいですね。巻いてあの下チェック、はい、で髪質改善、ブリーチをなくした感じですね、はい。おー、いいじゃないですか。耳かけてもここ境目ばっかりしないし、こいつまで下ろしちゃっていいです。おー、いい。おもながわかんないっすね、やっぱ。ロングよりわかんないっすね。わかんない。
ショートの方がこの辺の丸みが作れるじゃないですか、うん、確かに。だからボケさせられるんですよ意外に。えいい、これいいっすよ。いいっすね。これ似合いますよ。やっぱあの小学生の時と違います、ね、やっぱ顔の作りもそうだし、やっぱあれですね。変わるんだ。変わりましたね。小学生の時はちょっとそれ事故ですよね。事故。そう事故だあれは。なんか大人っぽくなりましたね。王林さんにしか見えない。うん。今日王林になる日ですか？王林何？耳かけて跳ねさして丸さピョンってくる、うん。これが一番いいですよ。結局こいつが重要な働きをしてくれて大丈夫ですか？かわいい、これいいっすよ、これいいっすよ、プルプルしてる、これいいっすよ、めっちゃいいじゃないですか。そうか、うるさくないですか？今日はこんな感じで、はい、ありがとうございました。ありがとうございました。